はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ3時ですね。6月は26日の月曜日でございました。いやー、今日もですね、小1時間昼寝をいたしました。シエスタでございました。気持ちよかったよかった。電話かかってけへんかったんですよ。ほんで、今かかってきそうな人に先に電話かけてですねいやいや、月曜日ですからね、こっちは昼寝してんねん、ごめんとか言えへんやん。そうでしょ。土日やったらね、知らんやそんなんって言えるんですけど、月曜日はね、電話に出てすまへん、いや寝起きでとかって言えへん。言いにくいって言うんですけどね、ってしてるときは。まあ、相手してないですけど。さて、どうでしょうね、日経平均。今日なんや、この辺でうにゃうにゃですね、マイナス7とかになってますね、今ね。ドル円143.34って動いてないですね。143.37 か。ドルウォン、まあ、うにゃうにゃですね、やっぱり。1320ということで、この辺でうにゃうにゃになりましたね。今日、香港開いてないですね。なんで、開いてるわ。なんで相手になってるの、さっき。なんでやろう、よくわからない。マイナス 69.91 ですね。原油 69.4 と、もううにゃうにゃですね。はい、本題いきましょう。本題は日本の政治でございまして、これは昨日の17時40分に出た g.com の記事でございます。維新関西6選挙区で擁立決定、次期衆院選公明と全面対決へと。公明党創価学会ですけども、関西結構強いんですね。で、6選挙区も追ってたわけですね。すごいなって感じですね。関西ってね、大阪、京都、兵庫とか、まあ、奈良もありますけど、自民党弱いんですよ、実は。大阪人とかからするとね、自民党ってあれ東京の政党やろという感覚なんですね。で、うちら知らんわそんなという感じがあるわけですね。だからもともと野党系が強かったんですよね。で、そこへ自前の維新という政党ができたんで、まあ、それがいよいよですね、こう定着してきたかなという感じなんですね。で、創価学会も強いですよ、もともと関西。まあ、創価学会ってどこが本拠ってないんですよね。まあ、東京も弱くはないですもんね。関西も強くってですね、沖縄とかも強いですね、結構。その関西です。日本維新の会は25日大阪市内で常任役員会を開き、次期衆院選で公明党の現職がいる大阪兵庫の6選挙区に独自候補を擁立する方針を決めた。野党第一党となる目標に向け、地盤とする関西で議席の積み増しが必要と判断。公明はすでに6選挙区で候補擁立を発表しており、両党は全面対決する見通しだと。ちなみに公明党が小選挙区で候補を立てるところっていうのは、自民党は遠慮して立てないんですね。公明党の候補に入れなさいよと、自民党の、ね、支持者はというふうな住み分けをしているわけです。6選挙区は大阪3、5、6、16と兵庫2、8区。常任役員会では独自候補の擁立が前回一致で了承された。このあと馬場伸幸代表は、候補者に多様な選択肢を提供する観点から決めたと記者団に説明した。維新は9月上旬をめどに候補者を選定。このうち大阪の4選挙区は一般党員などによる予備選の実施を検討するということで、この記事は終わっております。どういうことかと言いますとですね、維新はですね、大阪が基盤なんですけども、これまで公明党とはですね、喧嘩をしないという方針だったんですね。なぜかと言いますと、今までってもう 2,3 年前ですかね、大阪と構想というのをやってまして、東京都のように特別区に分けてしまおうという構想だったんですね。で、これに公明党はですね、まあ、消極的な賛成をしていたわけです。なんで、公明党の賛成をもらうために、
衆議院の公明党の小選挙区の候補がいるところには維新は太鼓判を立てないという方針であったわけですね。ところが、大阪党構想はご存知の通りですね、2、3年前ですね、住民投票で敗れました。で、この前ですね、統一地方選挙で維新は躍進をいたしました。でもうその大阪都構想という大きな目標に向かってですね、仲間を募る必要はないんで遠慮せえへんで公明党の選挙区にも行くでというのがこの記事でございますね。でもともとね、その大阪維新の会、あるいは日本維新の会ですか、まあどっちも一緒ですけどね、ですね、公明党っていうのはですね、カラーとして相入れないと思うんですね。というか公明党っていうのはどこの政党とも相入れないと僕は思うんですよ。公明党イコール創価学会でしょ。創価学会って前にも言いましたけど、創価学会以外の人からですね、創価学会を見ると一言で言えば肝でしょ。異質な人々なわけですよね。で創価学会というのは宗教ですよね。で宗教というのはですね、その別にそのこう政界に議席を持つ必要は何もないわけなんですよ。今宗教団体で、議席を持ってるところなんて公明党以外に一つもないんちゃいますか。あれがありますよね、幸福の科学はやたらとやってましたけど、今どうですか、どっかの地方議員が一人が二人いるぐらいちゃうんですか。で別にね、何のために議席を持つんやという不思議でしゃあないんですけど、公明党が何か政策を打ち出しているかというとですね、なんかまあ表向きを打ち出しますよ。平和とかですね、そんなわけわからんフォワッとしたやつですよ。でぶっちゃけ話ね、公明党が議席を持っているというのはですね、自分たちの宗教団体を守るためだけなんです。ところが日本は日本国憲法によって信教の自由って守られてるわけですよね。だから法令に違反しない限りですね、彼ら勝手にやったらいいやと。創価学会以外に日本にはうんさと宗教団体いるでしょ。でも法律に違反しない限りはですね、別に勝手にやったらいいやんという世界です。統一教会みたいにですね、なんか違反臭いことやっとんねあいつらというところは飽きませんよ。まあ、飽きませんけど、例えば幸福の科学がなんか違反めたことやってるかってやってないでしょ。だから別にあそこに四職の手が入るとありえないわけですよ。それが日本国憲法なわけですよ。でなんでね、あんたらね、政界にこう議席持たなあかんのと。自分らがね、やたらと会員が多いっていうだけの話なんですね。必要性なんもないんですよ。で彼らに政治性ってほぼないんですね、公明党って。ほんまに平和とかですね、あと中国とパイプあるからやたらと親中なんですね。邪魔なだけですよ、はっきり言って。この公明党という存在は。おとなしいね、難民法連携業で言うてりゃええやんと。私は思いますけどね、彼らが議席を持つことによってですね、日本の政治が良くなるかっていうと、ちっともそうは思いません。むしろマイナスですね。でそういう存在であるだけにですね、まあ数ですね、その数があるだけの話なんです。なんで、もともと維新ともですね、ソリがですね、合うわけがないんですね。維新ってね、言うてみればね、保守系でね、自民党に入れないような人が議員やってる党なんですよ。まあ落ちこぼれ党みたいなもんですよ、私から見ると自民党の公認が得られへんから、ほんなら維新から出ようかという人がほとんどではないかなと思います。そんなところと創価学会がね、組むというのはね、それは要は野合でしかないわけですね、私から見ると。なんでまあやったらええやんという感じですね。で本来はですね、自民党が取ればいいんでしょうけどもですね、自民党と公明党はそういう野合をしてますんでですね、自民党は公明党の選挙区には立てない、代わりに維新が立てるじゃないかとなるとですね、もしかしたらね、その選挙区のね、自民党の支持者はね、公明なんか入れるの嫌やもんって、ね、維新に入れるわって、維新に入れるかもしれませんね。そしたら維新が取るかも分かりません。おもろって感じですね。政治家をね、議員を送り込んでね、それでその議論が活発になる政党であればいいんですけど、そうか、赤でしょ、別に南無妙法蓮華経をね、勝手にやってる分には構いませんけども、
余計なですね、日本の政治のためにならないですね、議席を取りで取りに行くっていうのは、私はいびつな構図ではないかなという気がしますね。はい、ということで、このジジドットコムのですね、今読みましたアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。